僕たち海を一番恐れていた。だから知らないうちに諦めてたんだ。海は僕たちを閉じ込めた入り口だった。でもそこが出口だったんだ。みんなで一緒に帰るのよ。海を解き放つものがきっとそこで掴める。ケイト B 役のウラリーナです。精一杯演じますので見に来てください。待ってます。ケイト A 役のナミです。初めての親子出演頑張ります。ぜひ見に来てください。ニーナ B 役の梅田葵です。今回のニーナは強くてでも可愛い女の子を演じております。難しい役ですけど頑張りましたので、ぜひ皆さん見に来てください。お待ちしております。サンデー役のカレンです。久しぶりのミュージカル、そして悪役頑張ります。ぜひ見に来てください。モコ B 役のジュンジュンです。料理ができる男の子を演じます。レッスンを一生懸命頑張っているので、皆さんぜひ見に来てくださいね。クロス B 役の長尾美咲です。クロスはボーイッシュな女の子で、私と似ている部分がとても多くあるので頑張って演じたいと思います。ぜひ見に来てくださいね。皆さんこんにちは。はじめまして、キラセラマカロンのキララです。8月13日、ミュージカルサバイバルサバイバルでローズ役を演じます。妹のセイラちゃんとも姉妹役を演じます。頑張りますので、ぜひ皆さん見に来てください。待ってるよー。皆さんこんにちは。はじめまして、ピンキッズユラです。今回の8月13日、サバイバルサバイバルに出させてもらいます。暗役を演じます。今回のサバイバルサバイバルは、感動するシーンや仲間割れ、それからとても厳しいところもありますが、皆さんぜひそこにご注目ください。待ってます。皆さんこんにちは。キラセラマカロンのセイラです。8月13日サバイバルサバイバルのアリス役を演じさせていただきます。ぜひ見に来てね。バイバイ。皆さんこんにちは。爆下役の永田岡です。8月13日土曜日、福岡市立中央市民センターで開催されるので、ぜひ見に来てくださいね。待ってます。ふわー。どうもこんにちは。ブリアン役のアッシュです。今回の舞台はすごくサバイバルゲーム的なところがあり、すごく見応えがあります。そして僕の役ブリアンはすごくリーダーシップな役なので、みんなを引っ張っていくシーンがたくさんあります。ぜひ中央市民センターであるので見に来てください。バイ。どうも、モコ役のジャーミンです。僕が演じるモコは料理が大得意なちょっとキザな男の子です。一人一人のキャラクターに個性があって、買った時も目が離せない内容になっているので、ぜひ来てね。ウェップ A 役の菅野夏実です。ウェップは泣き虫で甘えん坊な子で、演じられるよう頑張ります。皆さんも一緒にハラハラドキドキ楽しめる内容となっておりますので、ぜひ来てください。待ってます。ガーネット A 役の大川です。ガーネットとして注目してほしいのが空の歌があるところです。その空の歌のところは、何もできなかった自分にできることがあるというのを見つけたら、こんなにも嬉しいんだってなるところなので、皆さんもぜひ見てくださいね。来てください。コースター役のキラリーです。コースターは可愛くて優しい女の子なので、ぜひ皆さん見に来てくださいね。待ってます。クロス A 役のサギです。クロスは自分とは全然違う性格の女の子で、演じるのが難しかったりするんですけど、楽しんで演劇をして舞台を成功させたいと思います。ぜひ見に行ってください。待ってます。リナ役のメイです。リナは可愛いお嬢様の役です。皆さんに感動を与えられる演技をするので、ぜひ見に来てください。待ってます。ジャック役のしおねです。ジャックは真面目で働き者の役なんですけど、私は女の子なんですけど、ジャックは男の子なので、ちょっと難しいけど頑張りますので、皆さんぜひ来てください。待ってます。ガーネット B 役の未来です。ガーネットはおとなしくて怖がりな性格で、自分との性格とは全く違うんですけど、皆さんに感動を与えられたらなと思います。
見に来てくださいね。待ってます。ゴードン B 役の宮崎翔太です。ゴードンは正義感が強くてみんなを引っ張るリーダー的存在なので舞台も引っ張っていけたらなと思います。皆さんに感動を与えられるような舞台を作ります。よろしくお願いします。サービス B 役のなちです。精一杯頑張ったので皆さんぜひ見に来てください。待ってます。ウェップ B 役の石松春奈です。ハラハラドキドキワクワクできるようなミュージカルとなっておりますのでぜひ皆さん見に来てくださいね。待ってます。ビル B 役の宮尾です。今回のサバイバルサバイバルは衣装や表現の仕方にいろんな工夫を混ぜているのでぜひ楽しみながら見てください。待ってます。サービス A 役の椎名です。今回は初めてのミュージカルで緊張していますけどみんなと協力して楽しくやってるのでぜひぜひ楽しみながら見てくれると嬉しいです。待ってます。ニーナ A 役ももはです。優しくてまっすぐでとっても責任感のある女の子を演じます。みんなで一生懸命練習してきてとっても面白くて楽しくて素敵な作品になっているので皆さんに見てもらいたいです。待ってます。